メイクグレートアメリカアゲインって言うてますけれども、トランプ大統領の銃撃事件すごかったですね。ペンシルバニア州か何かので、演説をしているときに、トランプ大統領が銃撃をされましたと。で、トランプさんの、右耳を銃弾をかすめて、トランプさんはその銃が3発ぐらい撃たれた後とかに、しゃがみ込んでシークレットサービスが守って、助かったっていう話です。撃たれた瞬間に首をこう傾けてなかったら、もう全然自分の頭に当たっちゃってたんじゃないかなみたいなね、話もあって、なんか強運だとかいろいろあるんですけど、で、何にも増して、写真ですよね。なんか、よいしょ、こうすればいいかな。なんか、撃たれた後に立ち上がって、手を掲げて、で、その煽りの、下から煽ってる写真の上空に星条旗が、なんかね、はためいてるっていうような、本当に、めちゃくちゃすごい写真ですよね。なんか、あの写真が、だけの説得力がとんでもないというか、なんか、あの写真がもう、なんか教科書に載る姿とかが見えてしまう。で、いかにも、なんか、銃を恐れずに、撃たれた直後に立ち上がって拳を掲げた勇敢な、ね、政治家っていうような感じになるし、どうしてもなんかその、あの写真にはすごい説得力があるし、で、あれじゃないですか、今時ってもう AI での合成とか、いくらでも何でもできちゃうじゃないですか。だから、一応なんか僕もいろんな動画とか、画像を見たんですけど、どうやら、撃たれた瞬間まっすぐ撮ってるような写真とかの中に、写真とか動画の中には、星条旗っていうのは見えないんだけど、なんか別の角度とかでやっぱり煽りで上空目を写すをちゃんと、写ってると。で、あの瞬間に、その絵を撮りに行ったカメラマンっていうのがすごいみたいな。あの瞬間にあの場に移動して煽りを撮って、で、さらにはソニーのなんちゃらっていう機材で、マニュアルなので、その瞬間に全部調整を合わせて、あの煽りの写真を撮ったのはすごいっていうような話とかもあったりだとか、なんですけど、なんか AI でいくらでも合成とかできるし、最近の東京都知事選のね、石丸さんか。石丸さんの新宿での演説の画像がどう考えても新宿の広場で集まりきるような人の数じゃないみたいな。別にその石丸さん陣営が作ったものじゃなくて、誰かが面白半分に作った合成とか、もしくは本当にそういうのを、リテラシーのない方とかを騙すために陣営のというか支持者が作ったのかわかんないですけど、そういう画像とかがいくらでも、あり余る。いの一番に政治の場面とかではそういう、合成とか、なんか陰謀論的なものが、結びつけられやすいんですけど、あの写真を見た瞬間に結構誰しもがトランプさん支持側に傾いてしまうというか、あの説得力っていうのは何なんだろうなっていうふうに思いますよね。私自身もそのトランプ大統領、正直そのちゃんと言わないといけないのは、こんな帽子買ってますけど、支持してるとかっていうよりかは、本当にどちらかというとなんか実業家としてのトランプさんとか、その政治家としてのカリスマ性とかの面白みみたいなのはなんかすごいなって思うし、だからやっぱりアメリカ行った時にトランプタワーで、これ結構高かったんですよ、7000円ぐらいしたんですけど、でも作りは結構しっかりしてるんですよね。なんかそういうところでね、ちょっと形に残したいなと思ったんですけど、 なんだろう、なんかやっぱり銃を、推進したりとか、銃の産業とかとの関わりがあるんだろうし、あとはそのアジア人系のヘイトとか、黒人へのヘイトとかっていうようなものとか、で、いろいろそれが暴動を引き起こしたりとか、なんか社会に実害とかをたくさん残してる人であるので、これでもうトランプ大統領だ、大統領だみたいな感じでまた再選だとかっていうのは違うと思うんですけど、でも、そういう今までやってきた悪いこととか、で、悪いことやりすぎて、X、Twitter から追い出されて、今、独自の SNS とかで発信してるとか、なんか、
よくわかんないですけど、なんかそういう過去のことが全部あの写真一枚でチャラになるような、なんか本当に歴史的瞬間というか説得力とかがあった写真ですね。で、まあ、ちゃんと見るとその銃撃されて、もちろんしばらくはシークレットサービスとかの人たちの中に隠れてるんですけど、結構なんかしばらくした後に、まあ、もちろんそのスナイパーの犯人の20歳の、まあ、青年は、まあ、シークレットサービスとかその軍の人とかの狙撃手によってもう殺されてしまっているんですけど、まあ、その後に立ち上がってきて、自分が撃たれて耳を負傷してっていう直後に、やっぱり自分を堂々とさらけ出して拳を上げるっていうところって、やっぱりまあ狂気的というか、まあ、カリスマであり、まあ、狂気であり、まあ、サイコパス的な部分とかもあるだろうけれども、なんか、ある意味、その言葉悪いですけど、あの場を美味しいと思ったりして、で、もう一度撃たれる危険性とかよりも、もう、ちょっと歴史に名を残してやるぞとか、インパクトを残してやるぞっていうようなところが先に来ている。まあ、それが世の中的にいわゆるカリスマっていうのかもしれないですけど、なんか、そういうところもすごいなっていうふうに、もう、この人は特別なんだなと。なんか化け物じみた、まあ、胆力というか精神力を持った人なんだろうなっていうところを思いました。あの写真が合成じゃないっていうような、擁護するような、実際撮ったカメラマンがこの人で、カメラマンが動画上でこういうふうに動いていてとか、なんかね、そういうふうに彼のトランプさんのカリスマ性を、まあ、裏付けるような説得力をなんか持たせるようなことを、なんか証拠を集めたりとかいろいろしてる人が本当にたくさんいて。なんかそれだけあの写真には人を動かす力があるんだなっていうところを、なんか実感をしていた一週間でした。でね、その石丸さんの、東京都知事選で、石丸さんっていうのはもともと結構やばい人だみたいな話がちゃんといろんな人に伝わってたはずなのに、あれだけ票が入るっていうのは、やっぱりまあそのネットにどれだけ、で顔を売っているかっていうところが、現代において、要は、何も考えない、深く考えない層とかっていうのは、それだけで、あ、知ってる、なんかいいんじゃないって言って投票しちゃうっていうようなところが見えていて、もう本当にネットをどれだけ占拠するかみたいな、まあ、各社の SNS をどれだけ占拠するかみたいなところが重要になってくる中で、まあ、このトランプさんの写真っていうのは、まさにこうネットを今、現在も席巻してるわけです。これからも席巻していくわけだと思うので、なかなか、こう、大統領の、その他のライバルの候補者とかは、なんか、なかなかきついことになってしまったなっていう感じではないでしょうか。でも本当にもう一回強調するのは、ね、なんか面白いおじさん、おじいさんってだけではなくて、まあ本当に、一点、それこそもう僕らのようなアジア人とかが割を食うような、とか、まあそのマイノリティが割を食うような、まあ性政策を進めたり発言を進めたりだとか、まあ、本当に自分が撃たれてるけど、まあ、いまだになんかその銃が悪いわけではないみたいな話とかをしてたりとか、なんかそこら辺で今後もこういう銃撃事件とかがね、起こってしまうっていうようなところを助長してしまうような人ではあるっていうことは、ちょっと今一度冷静に考えながら、まあ我々別に投票権持ってるわけじゃないんですけれども、ね、見極めないといけないなっていうところではないかなっていうふうに思います。メーカー前に隠れたゲイン。この星がこんなに役立つ時が来るとは思いませんでした。